こんにちは。歴ショックです。今回は、源利方も加えて一条町の品言と呼ばれ、道長政権を支えた、藤原行成、藤原欽と、藤原忠信の3人の生涯について紹介します。3人とも藤原北家の出身で道長とは同縁にあたりますが、実質別の家の出身と言ってよく、それぞれの家の背景を抱えながら道長に接近し、結果的に道長の躍進の原動力となっていきました。特に藤原欽と藤原忠信の二人は道長と年も近く、同僚として同じ職場で働いた期間もあったため友情も育まれており、道長にとっては若い頃からの友人に支えられ栄達を果たしたようなものでした。今回は、大臣には上らなかったものの、朝廷にて道長派閥の中心を占め、道長が権力を握るにあたって重要な役割を果たした3人の藤原氏について、一人ずつ紹介していきます。道長の娘を中宮とし、孫を天皇の座につけた黒幕。藤原行成の生涯。農書家としても知られる藤原行成は、972年、藤原義孝の長男として生まれ、道長の6歳年下にあたる人物です。道長の父、兼家の兄で、摂政、太政大臣まで上り詰めた藤原氏九条流の嫡流、藤原のこれただの孫にあたり、兼家は兄に従う身分であったことから、本来なら行成は道長の上に立っていたかもしれない身分にありました。しかし、行成が生まれた年に祖父の是忠は亡くなり、2年後には父の義孝が20歳の若さで亡くなってしまい、政治の実権は是忠の弟の兼通、そして兼家へと移っていきます。そのため行成は、母方の祖父、源康光の養子となりましたが、醍醐天皇の孫にあたる源康光は中納言まで上っていた上に学者としても知られており、行成はこの祖父から学問を叩き込まれ、後の活躍につなげました。やがて、九条流元嫡流の出自と祖父康光の講演もあり、行成は朝廷で昇進を果たし、993年には獅子の毛まで上ります。その後は官職に恵まれず、23歳になった995年には祖父源康光、聖母を相次いで亡くす不幸に見舞われますが、同年には九郎殿等に任官し、一気に政治の中枢に躍り出ました。行成の九郎殿等就任はかなり異例だったようで、道長の二人の兄が亡くなった疫病により朝廷で多くの人材が失われたことも影響していますが、何より多くの肉親を失いながら自力で這い上がってきた行成の真面目な努力が評価されたものとされます。この後、行成は6年にわたって天皇の側近として激務の九郎殿等の職を務めますが、この時期はちょうど兄の死により道長が政権を握った時期で、一条天皇のそばにあって、道長と一条天皇をつなぐことで道長の栄達を支えていきます。行成は九郎殿等時代に、入内した道長の娘、明子を中宮として立候するのに大きな役割を果たしました。当時、一条天皇にはすでに道長の兄、道隆の娘、貞子が中宮としていましたが、道長は明子を中宮に推し、困った一条天皇が行成に相談した際、道長の立場に立ちながらも公平な理路整然とした意見書を提出し、一条天皇も納得の上で明子の立候を実現しています。こうした行成の公正な態度は、一条天皇、道長双方から信頼され、それぞれの息子、厚安親王、藤原の寄り道を託されるほどでした。1009年には権の中納言まで上り、やがて1011年に病気により攘夷を決断した一条天皇から、貞子の子の厚安親王の皇太子指名を相談されるも、またも理路整然と明子の子、厚平親王を皇太子に推し、一条天皇に認めさせています。明子の立候と厚平親王の立太子は、いかに道長が権力を握っていても、天皇が決断するもので関与はできず、特別天皇の信任を得ていた行成だからこそできたもので、道長の全盛期は行成が演出したと言えます。道長も行成には大層感謝していたものの、行成は道長と癒着し権力の道を駆け上がるといったことはありませんでした。自身が一条天皇の後継に幼かった厚安親王の別当を、後一条天皇誕生前から即位後も長年にわたって務めており、厚安親王は道長の血を引く後一条天皇を押しのけ行為につく可能性もあり、必ずしも道長の思い通りに動いていたわけではありません。
995年の道高死後、落ち目となった貞子周辺にもよく顔を出しており、清少納言の枕草子にもたびたび記載されるほどで、それゆえ、道長に信頼されながらも権の大納言止まりで、大臣になれる実力を有しながらも昇進しきれませんでした。道長とは個人的に親しく交流し、娘婿に道長の六男、長家を迎えるなど結びつきも深かったものの、そもそも雪成自身にも権力者と結びついて栄達を目指すという考えが希薄だったと考えられています。雪成は政務運営の次第を夢で見るほどの真面目な実務官僚であり、それゆえに必要以上に道長に媚びは売らず、厚安親王の別当など出世に結びつきにくい職や人間関係も、筋目を重んじて大事にしていました。そしてくしくも、1028年に道長が亡くなったのと同日に、56歳で生涯を閉じました。雪成は優秀な官人であると同時に書道の達人としても知られており、小野道一、藤原助政と並び三席としても名を残しています。対立関係にある家の出身ながら道長の政権を支える。藤原均等の生涯。藤原均等は966年、太政大臣の藤原頼忠の長男として生まれ、道長とは同い年にあたります。均等は、九条流と呼ばれた道長の系譜とは祖父の代に分かれており、小野宮流として九条流と対決関係にありましたが、そんな中でも道長に接近し、その政権を支えたことが特徴的な人物です。また、漢詩、漢言、和歌などで才能を発揮した一流の文化人でもあり、宴会で紫式部に対して、若紫はおられませんかと源氏物語を踏まえて声をかけたエピソードでも有名です。均等の同母姉、信子は、関白の娘として遠遊天皇の中宮になっていましたが子ができず、道長の姉、明子が後の一条天皇を産んだため、拮抗していた小野宮流と九条流の勢力は完全に九条流に傾いていました。それでも均等は、小野宮流の一員として、父で一族の総帥である頼忠が亡くなったのと同年の989年には、23歳で九郎殿等に上ったものの、以降は昇進が停滞します。この頃には、兄道隆の風下に立ち不満を貯めていた藤原道兼の養女を妻とし、退位した遠遊法皇の別当となっていた道兼や、同じ小野宮流の藤原の実助と共に反主流派にありました。縁のある道兼も関白就任直後に亡くなるなど出世の糸口とはならず、均等は一貫して姉の信子に仕えていましたが、やがて徐々に権力者となった道長に近づいていきます。道長とは、当時はまだ均等の方が官位が上だった986年に、後に同じく道長の下で出世する藤原忠信と三人で火山天皇の歌会に出席した時からつながりはあり、その後もこの F で1年近く同僚となるなど交流は続いていました。道長の娘、明子が受胎した999年には道長への接近が目立ち始め、その甲斐あって1001年には中納言まで上っており、道長に随行した際に読んだ歌は、百人一首や周囲和歌集に選ばれています。均等の道長への接近ぶりは、同じ小野宮流の藤原の実助が苦言を呈するほどでしたが、均等本人は小野宮流嫡流として道長に対抗する意思は希薄だったとされます。一方で出世競争には敏感で、小三味であった1004年には、藤原忠信に従二位に先に昇進され、悔しさから出仕を辞めてしまい、中納言左衛門守の職の辞表を提出して、7ヶ月近く引きこもってしまうほどでした。その後は、1009年に忠信と同時に権の大納言とされるなど、道長も、古くからの友人であり、政権を支える公卿の一人である均等の機嫌を損ねないよう気を使っています。均等は1012年には、道長と正妻智子の次男、範道を娘婿に迎えており、これまでは道長に接近はしても直接つながりはなかった均等、ひいては小野宮流にとって、道長の九条流とのつながりを明確に示す婚姻となりました。均等は儀礼面でも、嫡流として小野宮流の儀式作法を身につけていましたが、次流の儀式の継承にこだわらず、道長の九条流の儀式と融合させていき、娘婿の範道に伝えるなど、元摂関家嫡流のプライドはあまり見せていません。均等の出世は権の大納言で止まり、官位の忠信らに先に昇任に進まれ、4年後の1012年に娘婿の範道に譲られる形でようやく昇任に上っていますが、
かつて辞表を提出した頃とは違い、この頃にはもう反発心を見せることはありませんでした。やがて道長が1019年に出家し、時代が移り変わろうとする中、ライバルたちの後陣を拝する状況に耐えられなくなっていき、1024年には範通の妻である長女が亡くなったことも契機となり、出家して第一線を引いています。同じく出家していた道長とは出家後に和歌のやり取りをしており、道長とは生涯にわたって交流がありました。1028年には道長が亡くなり、藤原行成や源俊方といった共に切磋琢磨してきた公卿も亡くなる中、金藤は道長と三人で友情を育み、時にはライバルとしていがみ合った忠信と昔を懐かしむ和歌のやり取りをしており、かつての確執は消えていたことが伺えます。第一線を離れ穏やかな余生を送る中、1035年には忠信にも先立たれ、金藤はその6年後、道長の死の13年後に75歳で生涯を閉じました。道長と特に仲が良く、道長の娘たちにも尽くす。藤原の忠信の生涯。藤原の忠信は967年、藤原の為光の次男として生まれ、道長の1歳年下にあたります。父の為光は、道長の父、兼家の異母弟にあたり、かつては兼家とも権力の座をめぐって競争していましたが、やがて兼家に従い右大臣まで上っており、兼家死後は、その子道隆によって太政大臣まで進められています。忠信の妹、よし子は火山天皇に受代し寵愛され、よし子の死を機に、火山天皇は藤原の道兼の策謀により出家し、一条天皇に上位することとなります。忠信も994年には九郎殿塔に登り、教養も高く才気漢発だったことから、清少納言の枕草子にも女房たちの人気が高かった様子が記されています。一方で、態度の大きさを藤原の実助に揶揄されるなど、性格には多少難があったようで、984年の加茂臨時祭では、火山天皇に馬を引かず、紫式部の夫となる藤原の信孝と共に天皇の歓喜を被るという事件も起こしています。若い頃から歌会などを通じて道長と親しかった忠信は、兄、実信の陰に隠れ出世しきれていませんでしたが、出世の機会となったのが、996年に火山法王に藤原の高家が矢を射かけ、藤原のコレチカ、高家兄弟が左遷された調徳の変です。忠信は事件をいち早く把握して、道長に真っ先に報告し、一条天皇など各所に働きかけコレチカ処分の方針を固めたとされ、忠信の働きにより、道長はコレチカとの政争を制することとなりました。この時の働きからか、同年に忠信は三尾に昇進し、政治の中枢に関わるようになります。忠信は、政治の実権を握った道長の支援を受け、兄を抜いて1001年には権の中納言。1004年には道長同様、若い頃から親しかった藤原の金藤を抜いて寿任に上り、金藤を憤慨させています。忠信は他の二人と比べ道長への接近度合いが格別で、中宮となった道長の娘、明子に中宮大夫として仕え、明子の出産時には連日泊まり込みでサポートし、その子の厚平親王にも東宮大夫として仕えていました。後一条天皇が即位すると、その中宮となった道長の三女、竹子にも中宮大夫として仕えており、道長から特に信頼され、他の二人と比べても道長の歌会などへの出席頻度が高いことからも信頼度の高さが伺えます。道長とは有馬温泉に共に出かけたとする記録もあり、権力者に媚びへつらう様子を藤原の実助には苦々しく書かれていますが、一方で古くからの友人として政治は関係なしに気の置けない仲だったことも確かです。1019年には道長が出家し、1028年には道長と藤原の行成が死去、源の俊方、藤原の金藤も道長出家後には第一線を引いていましたが、大納言まで登っていた忠信だけはなおも栄達を諦めず、大臣への出世を狙っていました。しかし、忠信の権勢はあくまで道長あってこそのもので、共に道長時代を支えてきた面々が次々と亡くなる中、忠信は大納言主座を最後に昇進することはできませんでした。そして、道長の死から7年後、1035年に68歳で生涯を閉じることとなりました。最後まで動画をご覧いただき、ありがとうございました。参考文献は概要欄に記載しております。
この動画をいいなと思っていただけたら、高評価、チャンネル登録をお願いします。こちらのアイコンをタップしていただけると、チャンネル登録できます。Twitter、ウェブサイトでも、たくさんの日本史情報を発信していますので、よかったらチェックしてみてくださいね。